自然薯の鶴の葉の付け根にできるムカゴを使って焼酎が作られました。日本酒杉錦が看板の藤枝市の杉井酒造です。新しく作られたムカゴの焼酎が瓶詰めされました。原料のムカゴは去年の秋に収穫されました。大きなムカゴは料理店で炊き込みご飯などに使われます。しかし小さなムカゴは捨てられてきました。今まで使いようがなかったものが、ね、お酒という形になって商品になるというのは僕らにとってはすごくありがたいですね。でんぷんを含んでいるので発酵させると焼酎を作ることができます。口に含むとこの自然薯由来のフレーバーがほのかに感じられます。焼酎を作った後、ムカゴの酒粕は自然薯畑の堆肥になります。静岡市の山あい奥静で陶芸をしている杉村さんがムカゴの酒粕に木くず、おからやぬかなどを加え発酵させて堆肥を作りました。循環というのは廃棄物、これを活用して堆肥を作るということで、それが捨てられるものを活用する一番重要なところですね。自然薯とろろを中心にしたそういう人のつながりがあるということが僕らのすごくこう強みでもあるし、これからも大事にしていきたいところかなと思います。焼酎はムカゴの巡りという名前で、今月16日から庄司屋など5つの店で売られています。